はい、えー、今日もよろしくお願いいたします。えー、まあ時期的にちょっとまた掛け軸を買いました。えー、これもしかしたら前も出したことあるかもしれませんけどあの、まあ、私の下手くそな絵なんですけど、えー、言葉としては「一家開いて天下のある」とまあこういう言葉です。えー、で、えー、今日なんですけど今日はあの 法事っていうものは簡単に言うと年会一周期とか三回期とか七回期とか十三回期とかまあそういうようなものです。たまに今こう聞かれるのが何回期までやればいいんだとかまあそういうことを聞かれますがあのまあこれははっきり言えば。 その人の人意思次第ととといいうところがあるかなと思いま,すまあよく聞くのはですね33回忌でまあこう打ち止めみたいなことを言われる方もいらっしゃいますでお寺はどう,いうどういうふうにしてるかというとずっとやり続けますあ,のあまり一般の方は知らないと思うんですけどもお寺ではあの例えば甲斐さんって、まあ、初代の住職の命日っていうのは毎年、えー、永遠にやり続けています。まああの 自らがこう、まあ、率先してやらないとです、ね、なかなか、えーまあ、人にも説得力がないかなというようなこともありますけどもまあこういうことはあまり一般の方は知られてないんではないかなとまあこういうふうに思います。まあお寺とすればですねお寺のまあ住職とかいう立場であれば、えー、当然ながらですね、まあ、こういうものはやるべきだというべきなんでしょうけどまあ,あのそれでもですねあのまあそういうことは強制できるものでもないということです。えー まあ私自身はですねあのまあこの法事というようなものはあのまあ一言で言えば仏心を呼び起こすというようなものになるのかなとまあ清らかな心を呼び起こす自分の良心を呼び起こす人としての心を呼び起こすとまあこのような感じがあるのではないかなというふうに思います。私自身もまあ詰めさせてていいただいて いるときはですね、なんかこういいことをしたりしてるような、えー、そんな気分になります。またあのまあそうやってあのまあ主催されるっていうかまあこう補助取り行ってもらうという人もですねあのこう非常にこう穏やかなあ気持ちになれるんじゃないかななんていうふうに思います。これはやっぱりですねこう殺伐としたあこう暗い世相の中でですね明るさっていうようなものを取り戻す。 ことになるのかなまあそういうようなものになるのかなというふうに思います。であのこういうものはですね、まあ、一つとしてはですね、えー、その個人、えー、そういうものを思い出すきっかけになるもの、まあ、そういう,こうイベントにをするっていうことはそれを思い出すことにもなるかなと思います。えー、人っていうのはですねこう時が過ぎていくとどん,どん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 忘れていくんですね。 そんなことはないという方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱりこうだんだんこう記憶っていうのは薄れていくというのがまあ人間のまあ本質というか、そういうものなんだろうというふうに思います。中にはですね。そんな法事なんかやらなくてもですね。自分が常にこうその人のことを思っているとまいうようなことを言われる方もいらっしゃいますが、そういう方に限ってですね。あの、あまりこう墓参りとか。 えー、墓参りはですね、まあ、その法事をやらなくてもです、ね、墓参りはできますけどそういう方に限ってですね、えー、そういうこともしてないというようなことがあるかと思います。えー、ですからあの例えば法事ができない、えー、というんであればですね、まあ、墓参りとか、まあ、そういうことはできますので誰でもできますので、まあ、そういうことをしていただければ いいかなと思います。それとですね。あの法事というようなものはですね。まお葬式もそうですけど、えま命の授業というようなものでもあるかなというふうに思いますえ、身内のものがなくなるそういうことによってですね。その中にこういろんな感情が生まれていきますそしてまあそのことからですね。ま、自分のま親族を通して、人に対しても命というようなものを考える機会にも。 ななるかなと思います人ってよくあの、まあ「亡くなる」という言葉がありますけど「亡くなる」っていうのはこう、まあ、こう命がなくなる、まあ、これを一般的になくなると言いますがえ実際にはですねあのこの命がなくなる以上に、えー、大事なのはです、ね、その残されたものの心からですね、えー、そういう,、まあ、こう個人というものがなくなってしまう。えー、これが本当の亡くなくるで、えー 失うっていう意味のなくなると本当に無として亡くなってしまうというものは別物だとまあ、こういうふうに思います。亡くなった初期の頃はですね特に必要なものとして心の整理まあ、こう認めたくないそしてあのまあ悲しみや喪失感 そういうものが生まれてくるわけですけそういういものをこう重ねることによって、えー、まあこう立ち直りになったりとか、えー、前向きに物事を考えるようになっていくと、まあ、いうようなこともあるかなと思いますまたご先祖様、えー、そういうものに対して自分がしっかり生きていくんだと、まあ、そういう誓いを立てたりとかまた逆にです、ね、亡くなった方たに対してどうぞこう成仏してくださいよ私は大丈夫ですと、まあ、そういうまあこう <laughs> いうようなことを示すこと、えー、まあそういうことはですね まあ命の継承というようなものにつながっていくかなと思います。そういう中でこ自分自身がこ生きていくというそういうこうモチベーションや馬力というかそういうものが生まれてくるように思います。であのこれはまあよく言う我々の世界でよく言う話なんですけど、自分がいて自分には必ず両親がいます。まあお父さんお母さんというのはいますね。そのお父さんお母さんにもまたお父さんお母さん。 いうのがいそういうふうに考えていくと自分がいてそれから1代遡ると2人の親がいるでその2人の親にはまた1代遡ると4人の親がいるで4人の親には必ずその前に8人の親がいいるととうことですですから12481632641282565121024とこういうふうにこう。 つながっているわけですですから自分からですね10代遡るとですねあまりこう普段そういうことは考えないと思いますがその一つでも欠けたら今の自分は存在しない、えー、そういうことです、えー。それで命を大切するっていうことはあのなんていうんですか先祖を大切にすることですが先祖を大切にするということは自分自身を大切にするということにもこうイコールというか。 のことになるんではなないいいかなと、まあ、こういう,ふうに思います、えー、ですから、えー、言いますけどあのその法事とかそういうことをやるやらないはその個人の自由です、えー、自由ですが、まあ、できれば私はですねそういう,、えー、こうメリットというのがたくさんあるということをまた知っていただきたく思いまして今日はそんな動画にさせていただきましたどううもありがとうございました。